布サラシは、裸に属する中型の海水魚であり、布サラシ属を構成する唯一の種である。インド洋、太平洋に広く生息し、日本においても南日本で見られる。暗褐色の体に黄色から白色の島が入り、その模様は成長に応じて変化する。皮膚からグラミスチンという毒を分泌するため、食用にはならない。 水族館で飼育されて老生し、島模様が途切れがちになっている。個体中型の魚であり、最大で全長30センチメートルに達する。体は楕円型で側平たする。口は大きく、シャイで開く。下顎の先端下方には小さな比弁がある。背びれは7棘、ゲ、12から14何情からなる。尻びれは3棘、ゲ、8から9何情からなるが、棘は短く。 ヒカに隠れる。尾ひれの後端は丸い。一本の側線が災害情報からおつかぶ直前まで伸びるが不明瞭である。鱗は円形で小さく皮膚に埋没する。体全体は暗い茶褐色で体側面には6本程度の黄色から白色の縦帯体が不規則に入る。この模様の入り方は個体の成熟度によって変化する。用魚は 全長約1 7 5ト、mm、ルに達するまでは、黄色から白色の反転状の模様を呈する。その後この反転が徐々に島模様に変わっていく。全長5トルの個体では、3本の島が観察される。全長8トルを超えて、初めて6本の島が見られるようになり、日本近海ではこの状態の個体がよく見られる。しかし、 最大体調に近いような老生した個体では、この島は分散して途切れがちになることが多い。若い個体では背びれの前方に赤色の部分があるが、成長に伴いこの赤色部は消えてゆく。本種はインド太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。生息域は西はアフリカ東岸から東はハワイを含む太平洋の島々まで広がり、 南はニュージーランド北部から北は日本まで広がっている。日本においては南日本を中心に生息する。鹿児島県、山口県、高知県、和歌山県、相模湾、伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島から記録されているほか、岩手県からも記録がある。沿岸部の珊瑚礁や岩礁のごく浅い海域から水深40から50。 メートルくらいの海域までで見られる。単独で行動することが多い。岩の割れ目などに隠れて過ごすことが多く、夜行性の傾向が強い。肉食である。他の布さらし赤の魚類と同様に、危険を感じると魚毒性を有するグラミスチンと呼ばれる、皮膚毒を分泌する。この分泌物が泡立った石鹸のように見えることから、布さらしと、 その禁煙種は、ソップフィッシュという英名で呼ばれる。本種は共食いをすることが知られており、本種自身は、捕食に際しても、毒の影響を受けないと考えられている。本種の実は苦く不味とされ、食用とはならない。ニューギニアでは本種を食べた人がその毒により、死亡したという報告もある。ありがとうございます。